呪兵肖像、落下遊行図軸後期14年呪兵後期29年は、中国新書の文人画家、書家。新書六大化の使用れの一人。署名は格だったが、後に、字の呪兵が、名前のように通用したので別に字を多大しとした。号は、南田、東遠征、白雲返し、設計返しなど。日本では、南田と称されることが多い。上州府、 ス進ム系の人。市一族は秋代にはス進ムの名家であったが、新軍によって多くの同族を殺され霊落した。父の美髪は清を嫌い像になって身を隠し、講師などで生計を立てた。このため、樹兵は経済的に困窮した家庭環境に育つも文人としての教養を磨き師匠が散絶と称された。しかし、父の意志を受け継ぎ障害。 死官することはなく、一時復権で移民運動を行ったが、故郷に帰ると、売り顔を持って生活した。王公館を建て東大一流の文人、名流と交流したが、生活は困窮した。没後、葬儀費用がなく、友人の王が世話をしたという。画は、幼少の頃から、父のいとこにあたる本書について習った。本書は、 現代の黄金餅を警護して奥行き深い有効な山水を胸とした。しかし、樹兵は王の山水画を目にしてその技量にはとてもかなわないと悟り、以降は柿が2000年、王の紹介で王子民の門下となり、北宋の女高氏の画法を研究。輪郭線を描かない没骨膨を取り入れ、斜星を基礎に置いた鮮やかで精神な色彩の柿図を描き、 独自の画風を確立。後に、この一派を上州派と言った。また樹平は、党の貯水量の書風に習い、農書家としても知られている。王孔監修、南長罰を表しがと書について述べている。樹平の画風は、超秋国などの来白新人や、船採さ,された作品によって、江戸時代の日本にもたらされ、当時の画壇に大きな影響を与えている。とりわけ、 渡辺火山や椿鎮山は不覚没骨法を、研究し画業を体制させている。王自敏、王明、王、王元気、クレレキ、兵の6人のこと、ありがとうございます。